日本産科婦人科学会によりますと2018年に体外受精で生まれた子どもはおよそ5万7000人でしたこの年に生まれた子どもの16人に1人ほどが体外受精で生まれた計算で年々増加傾向にあります不妊の原因は女性だけでなく男性もしくは男女両方にある場合があります また、晩婚化で妊娠や出産を希望する年齢が高くなっていることなども要因とされています。日本は、対外受精の実施件数が世界でも多く、厚生労働省によりますと、夫婦のおよそ5.5組に1組が治療や検査を経験しています。治療の費用は高額で、対外受精は1回平均38万円かかり、中には100万円を超えるケースもあるということです。 国会では11月16日、第三者から卵子や精子の提供を受けて生まれた子どもの親子関係を明確にする特例法案が議員立法で提出されました。ただ、生まれた子どもが遺伝上の親の情報を得る出自を知る権利が保障されていないなど、課題も残っています。